皆さんこんにちは、ドロークチャンネルです。今回は JR 西日本東海道本線西宮駅を紹介してみたいと思います。この道路は大阪府大阪市から福岡県北九州市に至る一般国道国道2号線です。その中でも大阪市から神戸市に至る区間を阪神国道と呼ばれており、大正時代末期に都市間を結ぶバイパス道路として建設されました。阪神間には兵庫県の3つの市があります。阪神国道と並行して走る JR 神戸線には各市の主要駅が設けられており、今回紹介する西宮駅は JR における西宮市の主要駅の一つになっています。阪神国道と北側で隣接しており、複合商業施設フレンテ西宮を挟んでロータリーが設置されており、その奥に西宮駅の駅舎があります。 JR 西日本東海道本線西宮駅の所在地は兵庫県西宮市です。東西に伸びる東海道本線の両側にあたる南北にそれぞれ駅舎が設置されており、こちらは南口にあたります。南口ロータリーにはタクシー乗り場とバス乗り場があります。3つのバス乗り場があり、1番が降車専用で、2、3番乗り場からは4つの路線が運行されています。ロータリーを囲むように高層の建物が建ち、整然とした美しさを持つ駅前です。関西国際空港行きのリムジンバスも発着しています。こちらが南側入り口です。ゲートの上に三角屋根が乗った形をしています。少し低い位置に改札口があります。変わってこちらは駅の北側です。まっすぐ伸びる道路の突き当たった場所に西宮駅はあります。高層の建物が並ぶ先ほどの南口とは趣が異なり、こちら北口は落ち着いた佇まいをしています。こちら北口前にもロータリーがあります。タクシー乗り場のほか、ロータリー上には1番2番乗り場のバス乗り場、道路上に3番4番乗り場、4つのバス乗り場があります。主に市内を回る西宮市内線と西宮山口方面への西宮市コミュニティバス、桜山並バス山口営業所前方面への路線が発着しています。かつて北口南口ともに道路上にバス停が存在していましたが、土地区画整理事業によりロータリーが設置され現在の姿になりました。こちらが北口の入り口です。南口とデザインは共通化されています。広いスペースが確保された駐輪所があります。
南北間を自由に行き来できる自由通路があります。先ほどの南口と同様に潜る形で下に向かいます。階段の左側にはスロープがあります。外光が取り入れられる窓があり、日中はこのように明るくなっています。改札口横には売店があります。改札口コンコースの南側には切符売り場があります。そして並んで自動券売機があります。4台設置されています。そして駅コンコース中央部分には東向きに改札口があります。6台の自動改札機が並んでいます。改札内のこの場所に2台の乗り越し精算機が並んでいます。改札入り右側に行くと下り方面1番2番2つの乗り場があります。ホームに上がるためのエレベーターとエスカレーター階段が設置されています。反対側北側上り方面3番4番乗り場も同じくエレベーター階段エスカレーターが設置されています。西宮駅は島式ホーム2面4線を有する高架駅です。上り線、下り線、それぞれに島式ホームがあり、それぞれに外側線と内側線があります。南側から下り方面1番線、こちらが外側線になり、三宮、姫路方面、主に平日朝の快速の一部が発着します。そして今列車が出発した2番線が下り方面内側線です。この日は撮り鉄の方々がたくさんいました。下り方面次の駅は桜宿川駅です。上り方面も同じく内側線と外側線があります。2番線と並んだ3番線が内側線、尼崎、大阪、北新地方面の普通列車と快速列車が発着します。西宮は江戸時代より西宮神社の門前町、西国街道や中国街道の宿場町、そして貿易港、漁港として栄え、人口も多かったため、日本で2番目の鉄道路線、関節鉄道大阪駅、神戸駅間、開業時に中間駅として設置されました。よって関西の駅では最古の駅の一つになっています。しかし東海道本線が阪神間を直線で結ぶルートを取ったために、駅は開業時、西宮神社などの市街地から離れた農村の中にありました。また線路が通過することで南北方向の交流が断たれ、人の流れは東西方向が中心に変わったと言われています。駅の一番北側にあるのが4番線上り方面外側線です。こちらも下り方面1番線と同じく朝の快速電車の一部が発着します。それ以外の時間帯は列車通過用のロープが張られ閉鎖されています。上り方面次の駅は甲子園口駅です。
現在はすべてのホームが12両編成に対応しています。すべての快速列車が停車する当駅ですが、以前は通過していました。1957年に東海道本線の快速停車駅を増やすことが検討され、隣の芦屋駅と当駅で新規停車駅をめぐって争いが起こり、この時は福福線の内側電車線を走る快速電車は芦屋駅、外側線列車線を走る快速は当駅に停車させることで決着を見ました。2002年3月には内側線ホームの12両対応への改築完成で、平日朝晩の快速電車が停車するようになり、2003年12月の改正で快速が毎日全列車停車するようになりました。外側線を新快速列車が通過していきます。内側線を神戸方面に向けて出発です。西宮駅は1874年関節鉄道の大阪駅神戸駅間の開通と同時に西宮駅として開業しました。1895年線路名称制定、東海道線の所属となります。1924年駅舎改築、1944年阪神向こう側線の当駅須崎駅間の貨物線が開業、西宮駅甲子園口駅間は関節鉄道と阪神との並行区間となります。1958年阪神向こう側線の当駅須崎駅間の貨物線の営業が休止、1987年国鉄分割民営化により JR 西日本の駅となります。1988年線路愛称の制定により JR 神戸線の愛称を使用開始、1995年阪神淡路大震災により営業休止、1998年2月現在の駅舎に改築、3月外側線の快速が全列車停車になります。2002年内側線の平日朝晩の快速が停車するようになります。2003年快速が終日全列車停車となります。2007年西宮駅に改称、ということで今回はここまで。西宮駅を紹介しました。以上、ドロークチャンネルでした。